真の男女平等主義者な俺は、女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男。手加減してもらえると思うなよ。公衆の面前で俺のスティールが炸裂するぞ。まあ見てろよ。行くぜ。スティール。いやー、バック返して。ひや。うわ。なんという鬼畜の所業。やはり私の目に狂いはなかった。さあどうする。ぬあ。ほれ。あ、いや。財布返すだけじゃダメだって。じゃあいくらでも払うからパンツ返してって頼んだら、自分のパンツの値段は自分で決めろって。待てよ。おい待て。間違ってないけど、ほんと待て。ふほれ。なんだこれ。なんですか。レベルが上がってステータスが上がったから、冒険者から変態にジョブチェンジしたんですか。